はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ですね、連日の、口腔内の、というか、その、口の中のね、粘膜障害のお話になるんですけども、今現在の状態はですね、そのほっぺたの内側がね、ただれてたりとか、唾液が出なかったりとか、乾燥して虫歯になって、カビが生えて、口の中にカビが生えてね、最近では舌がピリピリと常に痛くなってきています。これね、思い返せばね、その1年前に退院したての時はね、この口の中の状態はね、もっとひどかったんですよ。どれぐらいひどかったかと言いますとですね、もちろん食事なんかね、まともに食べれませんし、歯ブラシでも柔らかいタイプあるじゃないですか。ああいうタイプを使ってましたけども、それでもできなくなるほどね、もう全体の粘膜も歯茎もね、ただれてね、もうたまらんかったんですよ、本当に。でそしてその当時と比べるとですね、今はそこまでは痛いわけじゃないんですよ。その当時と比べると何が違うかと言いますと、その免疫抑制剤の分量ですね。当時の方がね、もっと少なかったんですよ。免疫抑制剤の方がね。なので、その骨髄移植のね、副作用がね、すごく出てきてました。しかしそんな中ですね、昨年の6月にですね、肺炎球菌肺炎になって入院をしまして、それが原因でね、肺にその移植骨髄移植のね、副作用が出るのを抑えるために免疫抑制剤の分量が一気にね、6倍にね、ぐっと上がったんですよ。増えたんですよね。でその免疫抑制剤が増えると副作用をね、抑えることができますので、そこから副作用は徐々にこう落ち着いていって良かったんですけどね。でもこうしかしね、こういった今はね、もう寒い時期ですけども、昨年との時と同じ時期に、ね、また同じ箇所にですね、症状が出てくるということはですね、こう季節の問題なんでしょうかねってちょっとね、思うんですよ。勝手に思ってるだけなんですけども、その冬になるにつれて、空気が乾燥してくるにつれてですよ、口の中のね、悩みがね、ひどくなってきてる気がしてます。そしてですね、春になって暖かくなってくる頃にはですね、不思議と口の中の状態がね、回復しつつあってですよ。というかね、ただれ具合がね、マシに感じてました。去年ね。単純に痛くなくなってきたわけですよ。で、全く痛くなくなってきたわけではないんですけども、徐々にね、痛みがマシになりつつあって、でもまだ痛みはあるし、痛いのは痛いので、この柔らかいクリームたっぷりの、ね、ロールケーキとか、菓子パンをね、柔らかい菓子パンをね、食べてました。で食べれる食材がね、増えてきたわけなんですよ。そういうのをね、チョイスしていたらね。でそれがきっかけで、他の食材も食べれるようになってきて、ご飯がもりもりと、食べれるようになってきてですね、同時に食欲が増してきて、同時に、体重がね、増えていきました。そんな中でもですね、食べにくかったというか、食べるときに痛かったなっていうのがね、お肉系ですね。動物性タンパク質、豚肉、牛肉、鶏肉とかあるじゃないですか。そういった系のお肉はすごい痛かったですし、あとね、お魚の身もね、実はね、痛かったんですよ。なので、主に食べれてたのは、お豆腐でしょ、お米、芋系ですね。納豆もね、納豆も食べれましたけども。野菜は、くたくたに柔らかくなるまで炊いたら、何でも食べれてました。そこからね、調子乗って食べ過ぎて、病院の先生からね、食べ過ぎとね、注意されてしまってね。その頃にはですよ、血液検査の結果が悪くなっていってて、毎回怒られてました。先生が怒るのはね、食べ過ぎて血圧、中性脂肪、悪玉コレステロールの数値ですよ。これすごい怒るんですよ、先生ね。これはね、血管の病気になる原因になるので、すごく指導を受けてました、本当に。そういう風な状態になると、やっぱ糖尿病や高血圧になるので、まあね、糖尿病や高血圧って言っても、そのお薬を飲めばいいだけなんですけども、先生はね、それをね、勧めません。ただでさえね、たくさん薬を飲んでる上にですよ。で、僕はまだ年齢的にも若い方らしいので、おかげさまで嬉しいことにね、これ以上薬を増やしてあげたくないと先生に、ね、言われました。先生の優しさがあったんでしょうかね。だからああいうふうに厳しい言葉が出たんやなと思ったんですけども。なので、できることといえばですね、食事の改善でしたね。まず僕が始めたのはですね、甘いものを断つことです。コーヒーも無糖になりました。口の痛みにも優しくて美味しく食べてたロールケーキもね、菓子パンもね、やめました。で、食べるのは朝昼晩のちゃんとした食事だけです。それでもね、数値はね、変わらずで、まだまだね、食べ過ぎとね、注意されてね、俺はどうしたらいいんや、これ以上、食べ過ぎてないで、普通にご飯普通に食べてるだけやけどな、っていうふうに思ったんですけども、でもね、それから、夏を過ぎてきた頃ぐらいからですね、その効果が結構現れてきてくれててですね、徐々に血液検査の結果も良くなってきて、免疫抑制剤の分量もちょっと減ってきました。で、甘いものを断つと、肝臓や、腎臓のね、数値っていうのがね、すごいね、効果がね、出てきました。それによって、ね、免疫抑制の分量がね、減ってきて、少しだけですけども、運動もね、できるようになってきました。運動といってもチャリ活なんですけどね、チャリ活というのはね、自転車で活動することを言います。勝手に僕が作っただけなんですけども、自転車に乗る回数を増やしてですね、サイクリングをするようになりました。電動自転車なんですけどね。さすがにね、スポーティーな自転車でね、がっつりうわーってこぐのは、まだまだできませんよ、本当に。そこまでスタミナが回復してきたわけじゃないし、筋力があるわけでもね、あったんですけども、今がそこまで回復してるわけじゃないので、できないのでね。でも有酸素運動をするつもりで、30分はこぐように、心がけてます。努力してます。それでもね、有酸素運動の効果というのはね、なかなか現れずに、その後の血液検査もね、結果はもうずっと横ばいなんですよね。で、まだまだ中性脂肪とコレステロール値はね、チクチク言われ続けてます。ほんまにまだまだね、変化が欲しいと思ったので、いろいろ調べてみたらですね、毎日の食事と体重をね、写真に、スマホでね、写真に撮って、記録するのがね、健康管理にすごい効果があると分かったので、これを意識してやるようになりました。で、その結果、体重がね、徐々に減ってきて、少しずつですけど、目に見えてね、効果がね、現れてきました。やっぱ体重計を毎日、見て、記録して、それが溜まっていくわけですよね。で、それをスクロールでね、見ていたら、体重がこんだけ減ってるな、こんだけ減ってるな、この日は結構増えたな、なんか食べたからかなとかね。で、そういうのを意識するようになって、食べ過ぎたらあかんな。腹八分目にしとかなあかんなとかね、そういう心にもなってきましたね。だから効果があるんじゃないかなとやっぱ思います。そして改めてね、食の勉強もね、するようになって、味の濃いものかを、やめて、野菜もしっかり食べて、で、食べ方をね、考えたり、夜のお米を抜いたり、味噌汁の汁は飲まなくなって、で、ラーメンのスープも飲まなくなって、ほんでそのように徹底していったら、どんどん本当にね、体重が減ってきて、おかげで血液検査の結果もね、少し良くなってきてました。少しだけですけどね。少しだけですけど、パッと見は横ばいなんですけど、横ばいやけど、緩やかに数字がね、減ってきてるんで、下がってきてるんで、そんなにグングンと下がるわけじゃないんですけど、ゆっくり下がってきてるんで、ええかなって、ちょっと思ってます。でも体重に関してはね、退院してから、太ってしまって、ピーク時はね、72キロ台だったんですけども、年末にはね、66キロまで下がってくれまして、で、2月の今現在ではね、64キロ台まで下がりました。これ半年間、測り続けて半年間でね、約10キロは下がってます。痩せましたよ、僕。頑張って。で、血圧もね、比例してね、上が120後半から、130前半までで、下が90後半から100後半ぐらいの中をキープしております。血圧に関してはまだまだ高いんですけども、実はこの血圧もですね、先ほどから話している中性脂肪、コレステロール、去年の体重、血圧問題と数値が一向に下がらない、頑張っててもなかなか変化が見当たらなかったり、するのはですね、免疫抑制剤が原因と言われました。通院のたびにね、まだまだ高いですよ。全然下がってるうちに入りませんってこう、ね、先生からズバッとこういまだにね切られるんですけども、でもそのいつもの会話のね会話じゃないのか問診の最後にはですね、免疫抑制剤使ってるからねとね毎回一言ちょっとこう添えられます。でも考えたらですね、自分で気にしてなくて何もやってなかったらですよ、もっとひどい結果になってることやったのなってね、思いますのでね、たまにはね、そんな頑張ってる自分をね、褒めてやりたいです。そのね、無事に免疫抑制剤も減ってるわけやし、このまま続けていきます。口は痛いですけど、頑張ってね、食べるもん食べてやっていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。